成果がより上がるものに時間を割くべきなので、うん、そこのこう捨てるべきところっていうのをうまいこと見極めていくことが大事かなと思いますね、うん、入試直前対策パック講習概要説明会を毎週火曜日夜の11時から行います。残り80日で君に英語革命を。お見逃しなく。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何度も話していきます。受験と、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの山翔です。こんにちは。さあ本日の質問です、はい、秋からの逆転合格を狙っています、はい、他の受験生よりも勉強時間を増やすことももちろんですが、他に何か逆転合格をする人たちが持つべき心構えのようなものがあれば教えてくださいというふうな質問ですね。なるほど。なんかありますか。初心忘れるべからずという感じですね。なるほど。僕が特にそうやったんですけど、うん、勉強し始めた時って今まで勉強全くしてなかったから、どん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 成績って上がっていくじゃないですか、うん、でもこうある程度こうある程度知識が入ったら急にこうポンと上がらなくなるタイミングが来るんですよ。でそれってメンタル的なストッパーがかかってると思ってて、そのできなくなった、最初どん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 できるようになってる、できるようになってる、できるようになってるで、パーンってある程度自分ができるようになったことが増えたら、うん、できないことへのまあ恐怖というか、うん、うわできひん、読まれへんみたいな、うん、で英語帳も読まれへんかった、なんかもうようわからへん、読まれへん、とりあえず他の文読んでみよう、あ、これは読めた、うわ、また読まれへん、読めたみたいに、なんかこう感覚で勉強するようになる。でも最初ってもう何も考えずにできひんことが出てきたら、うん、すぐ文法書見て、あ、これってこうなんやみたいに、うん、壁にぶち当たっては壁を越えるために何かアクションを起こしてっていうのを絶対に繰り返してたはずなので、うん、そういうこう一番最初のメンタリティ、うん、その壁にぶち当たってはもう超えていくという精神、初心っていうのを常に忘れずに持ち続けることが何より重要なことではないのかなっていうふうには僕は思ってます。なるほど、間違いない。山城先生はどうでしょう。そうですね、まあ、逆転合格だけじゃなくて、うん、まあ、この時期の受験生みんなに言えることやけど、完璧を目指しすぎてる子がいてて、まあ、言ってしまうと入試問題って満点取らなくても受かるわけで、合格最低点取れば受かる話なので、その合格最低点を取ろうと思った時に何を自分はやらなくちゃいけないのかっていうことを割り出すのはもちろんのことなんですけど、その中でやらんでいいことも絶対あって、もうこれ細かすぎるっしょみたいな、でそこをこう続いて覚えていっても結局あんまり点数にはつながらないと、うん、だからやっぱり時間かけた分だけの、それだけの成果がより上がるもの、成果がより上がるものに時間を割くべきなので、うん、そこのこう捨てるべきところっていうのをうまいこと見極めていくことが大事かなと思いますね、うん、僕とか特にそうですけど、もう12月入ってから社会やったり理科やったりとかしてたので、うん、もういかにこう捨てるべきところを捨てて、7割から8割ぐらいを取るためにはどうしたらいいかと、で上の方2割のやつはもう捨てる覚悟で言ってましたから、そこをどう取っていけばいいのかっていうところに絞って勉強してました、うん、なのでそこはかなり重要じゃないかなと思いますね。やっぱ時間限られてるんで、うん、あれもこれもやりたいのはもちろん分かるんですけど、なかなかそうもいかないので、どれを捨てるかっていうところにフォーカスで勉強するのが大事かなと思いますね。間違いないですね、うん、まあ、取捨選択をするというか、まあ、優先順位をつけるというか、まあ、なんかこれできてない、じゃあもう熟語全部やらない、これできてへん、文法もっと難しいやつやった方がいいんちゃうかみたいな、そういうのも絶対長文読解もっと鍛えるとか、うん、やるべきことがあるはずなので、そこは見失わないように頑張ってほしいなと思います、うん、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄にお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。